隙間収納を作る際の注意点その1、障害物を確認しよう。はい、この動画では隙間収納を DIY で作る際の注意点についてお話をします。まず隙間収納ってやっぱりこうデリケートに作らないといけないものですので、しっかりとですね、注意点を認識していただいて作ってください。まず隙間収納というと、だいたいキッチンのですね、冷蔵庫とシンクの間の隙間とか、ね、サニタリーで言うと洗濯機の横とか、あとトイレのデッドスペースを埋めたいというのが目的で作られることが多いと思います。あとは書斎とかね、クローゼットとか、寸法が決まっているっていうところが、ポイントだと思います。で、まず隙間収納を作る際のサイズを測ることについてお話をします。まずで、サイズを測るときに注意しないといけないのが、幅器があるかとか、コンセントですよね、コンセントがあるかとか、そういったことを事前にチェックしないと、いざ箱を作ってもこういう幅器が当たったりとか、コンセントが当たって入らないということがあります。ですので、まず設置場所に幅器、コンセント、あと照明ですよね、照明器具があったりとか、こういった障害物がないかをまずチェックしてください。そして次に注意する点は、寸法を測るですよね、空間を測る時の測り方について説明をしたいと思います。まずこういう隙間がありますよね。こう、こっちに例えば洗面台があって、洗面台があって、こっちにこうお風呂に扉があるとしますよね。で、ここの小さなスペース、もう例えば15センチとか、12センチとか、わずかなところに、ちょっと小さな棚があると小物が入るなっていう場合とか、あとここは扉じゃなくて壁の場合もそうですよね。ここに何かこうちょうどに入るこう収納があればいいなと思って隙間収納を作られる方が多いかと思います。扉の場合ですと、若干ね、ちょっと枠からはみ出せればいいんですけど、ここ壁の場合、もうこの本体が、大きかった場合、入らないということになってしまいますよね。ですから、しっかりと測る方法について次回の動画でお話ししたいと思います。はい、この隙間収納を作る際の注意点に関しまして、4本動画をご準備しております。4本ご覧いただく際には、動画の説明文の下にあります URL にアクセスをしていただくか、ブログの方をご覧ください。